今日公開されたのは、天守閣の北東に位置する国指定重要文化財平櫓の石垣です。熊本地震で屋根や外壁が破損して石垣が膨らむなどの被害を受け、櫓と石垣の一部が解体されました。入念な確認作業をしながら石垣の石が積み上げられていきます。今回は高さ19メートルある石垣の上から9メートルほどの範囲で、石およそ830個の積み直しが行われます。これまで天守閣や飯田丸五階櫓でも行われてきた石垣の修復作業。平櫓では強度を高めるために初めて石垣の内部に鉄筋を入れる方法が採用されました。今の姿とこういうものをきちんとこう皆様に見ていただく、お伝えするというのが我々のですね、やっぱり一つの課せられた課題というふうにも考えておりますので、常にですね、そういったことも配慮しながら復旧事業、これを進めていきたいというふうに考えております。来年8月にも石垣の修復を終えて櫓の再建に移り、平櫓は2030年度の復旧完了を目指しています。